KH コーダーとは、テキスト型データの軽量的な内容分析もしくは、テキストマイニングのためのフリーソフトウェアである。各種の検索を行えるほか、どんな言葉が多く出現していたのかを頻度表から見ることができる。さらに、多変量解析によって、一緒に出現することが多い言葉のグループや、同じ言葉を含む文書のグループを見ることで、データ中に含まれるコンセプトを探索できる。 また一部の文書群に注目した場合に、その文書群に特に多く出現する言葉をリストアップすることで、その文書群の特徴を探索できる。あるいは分析者が指定した基準によって、文書の分類を自動的に行うこともできる。多変量解析の具体的な手法としては、対応分析、クラスター分析、多次元尺度構成法、自己組織化マップ、狂気ネットワーク、 機械学習などに対応している。こうした分析を日本語、英語データに対して行えるほか、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語データについても実験的に対応している。KH コーダーを用いて行われた研究としては、アンケートの自由回答項目、新聞記事、インタビューデータなど様々なデータを分析した事例がある。 KH コーダーはパールによって作成されており、バックエンドとして、チャセンマキャブマスコール、R 言語、スタンフォードポス、タガースノーボールステマーターミックストラクテなどを利用している。すべての機能をマウス操作で利用することができるが、より高度な検索、分析のために、直接マスコールにアクセスして、独自の検索を行ったり、R 言語に修正を加えることで、 統計分析をカスタマイズすることができる。また短いパールスクリプトを書くことでプラグインを作成し独自の機能を付け加えることもできる。ありがとうございます。